日は粋な世界のグルメ横丁に お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。そして今は運動会シーズンですが、みゆも5月中に終わっちゃったんですけど、運動会やって、その時になんか障害物競争をやったんですけど、いつもなんかリレーとかやるとなんか後ろに人がいることがあんまりなくて、だからなんか今年もダメかなと思ったら、一人後ろに行ったんですよ。障害者だから一人行ったの。ところでなるちゃんとあいちゃんはどうかな。かな、うちはね、早かったよ。足早かった。勝った小学生の頃の方が早かった。リレーの選手だったもん。すごい、すごい。じゃあリレーの選手って呼べなかったからダメ。オッケー、そうしよう。今はもう体力が落ちて本当に遅いの、今は。今は愛ちゃんは、いや、愛はもう何年前の記憶かよって感じなんですけど、まあちょっとあの走ることはちょっと置いといて、あの昔からダンスが好きだったので、あの小学校の時のダンスの練習がすごい楽しみで、ダンスが大好きでした。はい、ダンス。走るのは、走るのはちょっとあえて触れないと。OKOK ということです。はい、はい、じゃあ次の曲に行きます。次の曲は月中ラブとコードレスロホンの2曲です。2曲続けて聴いてください。